はい、皆さんこんにちは、ゆびしです。いつもありがとうございます。今回は釣り大会に行ってきたいと思います。リガーレさんと釣り神様主催の釣り大会に自分ちょっと参加していきたいと思います。釣り神様のインスタでね、告知を見たんで、それに応募させてもらいました。釣り神様もね、知り合いが出てたりしてるんで、ちょこちょこ見たりはしてたんで、まあ会うのね、今回初めてなんでちょっと緊張してます。内容としては、深瀬釣りとか、ルアー釣りとか、これ何でもありの釣りみたいで、珍しいですよね。あんまりないですよね。こう、釣り方問いませんみたいな釣り大会であんまないと思うんで、すごいね、誰でも参加しやすい感じだなと思いました。で、リガールさんがハリスのメーカーさんみたいなので、結構ね、深瀬の方が多いんじゃないかなと自分は思いますけどね。ルアーマン少ないんじゃないかなと思ってます。リガーレさんとか釣り神さんに会うのもそうなんですけど、フォロワーさんもね、何名か来てくれるみたいなんで、そちらもね、楽しみにしてます。で、前回ね、釣れてないんで、俺、スーパーボイル穴あったのに書き入れなかったんで、今回ね、ちょっとちっこいね、ルアーをね、いろいろ持ってきてます。それでなんとか、かけて一本出したいなと思ってます。まあ、今回大会なんですけど、楽しんで、プラスアルファで上位にね、なんか入れて、こう、商品がもらえたらね、なおさらいいなって感じでね、行っていきたいと思います。それでは頑張っていきます。はい、今ただいまですね、受付終わってきました。受付終わって、釣り神様のステッカーをいただきましたと、リガーレさんのトリガー40ポンドをいただいてます。あとステッカーとか入ってますね。マスクも入ってる。あとなんか変な飲み薬みたいな、なんか色わからん。これも入ってますね。これが参加賞みたいな感じでしょうね。と、これなんだ？なんか分厚めのカタログ。あ、サングラスのなんか、サングラスとかそんなやつ？サングラスのカタログをもらいました。と、リガーレさんのカタログでしょうね、これ。派手だなぁ、やっぱ。赤いから。うん。こんな感じですね。で、ルアーのなんか抽選をさせられて、なんか18番でした、僕は。18番目に降ろされるとことかな。そんな感じです。それでは、ちょっとまた戻ってきたいと思います。マリンペガサスで行ってきまーす。なんか猫いんだけど。猫がいるわ。かわいい。にゃーん。あ、山源さんです。にゃん。にゃん。大きな猫が、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、猫が走っ あ、船長、よろしくお願いします。この前ありがとうございます、はい、今日は頑張ってすみません、はいはい、あ、今日こっち運転されるんです。いや、前の方です。あ、やっぱマリンエンジェルと、はい、あ、じゃあ二席体制なんですね。今日は大会なんでね、頑張ってついたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。どうもお集まりくださいましてありがとうございました。ただいまよりリガーレ釣り神様のコラボ大会、今週釣り大会を始めたいと思います。で、私はリガーレ代表の川原と申します。どうもよろしくお願いします。本日ですね、役員としてリガーレの川原健、釣り神様の山本人さん、そして春田さんにお世話になりまして、本大会を開催していきたいと思いますので、皆様も安全によろしくお願いします。まあ、若干風がですね、気にはなるんですけども、船長判断でいいところに挙げてもらえると思います。あとはもう日頃皆さんが培った技術を駆使されて、いろんな魚を持ち帰っていただければと思っております。で、また今回は磯深瀬だけではなくて、磯のルアーであったりとか、いろんなジャンルの方が参加してもらってますので、皆さんそういった中でなかなか融合する機会がないですので、この機会に皆さんお話をしていただければと思ってますので、またよろしくお願いいたします。では、まず釣り神様の方に。今日はお忙しい中集まっていただきましてありがとうございます。釣り神様の原田です。よろしくお願いします。船長の方から安全な瀬に上げてもらえるとは思うんですけれども、今日ちょっと風が強いので、くれぐれも安全対策だけはしっかりお願いいたします。商品の方でルアーの方には珍しい魚を釣っていただいた方への商品を用意させてもらっているので、珍魚ショーというのを
作らせていただいてます。今普通の釣り大会ではなかなかないようなものなので、ルアーの方はそちらも狙われてみてください。深瀬の方に関しては小さいのしか釣れなかったとか、数が釣れなかったとかいうことで減量に持ってこられない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、そういうことがないように一応ブービーショーの方でうちの方から商品を用意させていただいてますので、大きさ関係なしに持ってきてください。よろしくお願いします。で、商品はですね、釣り神様でも用意してもらってますけども、たくさんございますので、先ほどの珍魚賞であったりとか、ミニマム賞であったりとか、ブービー賞であったりとか、必ず持って帰っていただければなと思います。その方は競技規定は川原さんの方から今から説明しますので、よろしくお願いします。はい、今日の競技規定ですが、そう、深瀬の部はプレ3匹重量です。指定サイズなしです。特にですね、本気のトーナメントじゃないので、竿は1本までしか出しちゃいけないとか、そういうことはもう一切言いません。とにかくグレーの指定サイズなしの3匹重量で持って帰ってきてください。イソルアーの部は指定サイズとかですね、そういったものは一切設けません。今回これはという魚を持って帰ってきていただければと思います。自分の持てる限りの実力を出していただいて、ルアーの方はですね、いろんな魚を釣ってきていただければと思います。根魚とかでも全然構わないです。毒魚以外ですね、これは磯深瀬の方も同じです。毒魚は釣ってこないでください。処理に困りますんでですね、これも共通なんですけど、稚魚の放流は絶対にしないでください。で、弱った魚の放流もなしでお願いします。で、変えられる魚で、これはちょっと食べないけど面白い魚とか、ちっちゃい魚とかっていうものは全て生かして持って帰ってきてください。港の中で稚魚の放流とか、まあ磯での時間が経っての稚魚の放流、弱った魚の放流はしないでください。ブービーショーとかですね、新魚ショーとかっていうのも用意されているということで、リガーレの方も独自にミニマムショー準備してます。マリンペガサスの船長さんからもですね、たくさんの無料渡船券だとかですね、鮭とかもいただいておりますので、そちらも楽しみにされて、思う存分大きな魚、面白い魚を釣ってこられたらと思います。今日はよろしくお願いします。乗船の説明なんですけど、今回マリンペガサスとマリンエンジェルの方2隻で行きます。マリンペガサスの方は基本的に磯深瀬の方が乗船していただくんですが、一部定員の都合でですね、ルアーの方の22番江口健太さんと岩崎康介さんに関してはマリンペガサスの方に乗っていただきます。あとのルアーの方はマリンエンジェルでいますので、乗船とあと荷物の運び入れの方はご案内しますので、案内順に積み込みをしていただいたらと思います。よろしくお願いします。他何か皆様ご質問とかはございますでしょうか。ソアガリでありますので、フローティングベスト、ショルダーとかウエストタイプではない、フローティングベスト、磯靴を着用でお願いいたします。ただ、ルアーの方でベルトですよとか、ショルダーしか持ってきてませんという方はいらっしゃいませんかね。大丈夫ですかね。なければちょっと予備を持ってきておったんですけども。あとすいません。ソアガリとかされた時にですね、緊急事態が起こった、荷物を落とした、人が落ちた、ここはちょっと波がかなりある、風が出てきたっていう時には、このナンバーカードの裏に緊急連絡先が書いてあります。マリンペガサスの船長、中尾船長の番号と、うちの川原明の番号が載ってますので、そちらの方、どちらかにお電話していただいて、対応していただければと思います。よろしくお願いします。では、乗船の準備をしていただきますので、海側の方に皆様荷物を持ってお集まりいただけますでしょうか。よろしくお願いします。ボイエさんと元野さん、頑張ってください。頑張るぞー。頑張るぞ。頑張ります、僕も。ではまた、7時過ぎに。よろしくお願いします。よし、次行こう。あれあれあ、お湯さん持って行ってくれたんか。あ、お湯さんありがとうございます。なくなったと思った。皆さんもらいましょうか。ちょっと名前確認します。はい、18番上田さん。はい、
俺がまた同じところに上がるかもしれない。また同じ映像っていう。まさか、こんなことある？あの人は、あーすいません。ほい。ありがとうございます。はい、頑張ってください。すいません、ありがとうございました。はい、ヒアさん頑張ってさあ、到着でござる。多分松島のどっかに上がったわね。二つ目完成。まだ暗いんだよね。マリノがメインになるかな。マリノがブレスあたりが。今日はタックル4つ作るからね。切っちゃうよ。釣れねえと思うけど。今日はどうしても釣りたいんですよ。先週やられてるからね。ここで釣れんやったらまた釣れませんでしたってなるから嫌なんだよね。今回は絶対動画になる。釣りの大会だから。別に釣れなくてもいいかもしれない。みんなが何かしら釣ってくるだろうから。ユーフィッシュだけ釣れてなかったら嫌だな。俺も生身の人間ですって言いたいよな。大きいの釣ってくださいって言われたけど、簡単じゃないぜ。青物。今日は微笑んでくれることを祈る。どうせまたマイクロウェイトパターンだからな。まあ、オズマ投げるけどね。とりあえず準備終わりました。ちょっとまた場所を見ていこうと思います。本前上がった場所とね、近いっちゃ近いよ。すごいね、北以外全部投げれるという。やってみますか。暗いけど。暗い中投げてみたいと思います。まあ、かからんとは思うけど、ちょっと足場がよくわかんないよ。うわ、なんか目の前にでけえ背が入ってんだけど。超やりづらくない？渡りでえけどね、渡らん。潮が引いた渡り。ここから投げよう。じゃあいきます。一投目。えい。一投目やけん、俺、自分で行ってみた。さあ、ちょっと明るくなってきたよ、これ。もう見えるよ。ルアーがどこに落ちたか。水はだんわり流れていく。結構広く投げる場所だから、どこで出んだろう。左側も良さそう。めちゃくちゃ出そうだけどな。悪くないけどな。おっしゃ、あ、外れた。おっしゃ、あ、外れた。外れた。マジか。大きさわからんね。ちょっと外れてしまったから、よそ見してたら食ったね。あれ一発で終わる可能性あるけんね。朝しかチャンスねえから。
あー悔しい、マジで荒らしたのは悔しい。まだ始まったばっかりけど、6時20分ぐらいに1回食ってきたってことだよね。はあ、これは釣れない流れだな、多分。マーリーノの芋125という、めちゃくちゃちっちゃいの投げます。マイクロベイトパターンだ、また。深そうですね、ここ。あ、意外と分かる。はい、ちょっと違う線に来ました。やってんな、ここ。お、待てよ、これ。通れるか。届かねえな、でも。違う場所に寄ってくる。なんかもがかんでんのかな。浅いんやろな、かなり。めちゃくちゃ平続きが出そう。平正がおったよ。
ピア。ぶっこんで関係ない、これ普通。やば、竿折れた。竿折れたけど。やべえ、ぶっこんでいたら倒れた。ぶっこんだ。おぉ。ストリンガーを持ってきてないという。まあ、この竿もう一本あるんで、大丈夫じゃないけど、ちょっと持って帰るけど、大変やな、これ持って帰る。暴れ方がえぐ。鈴木も撃った。よいしょ。3キロぐらいあるんじゃないか、わからんけど。長さ測ります。釣れてくれた。意外な魚が。75とかやろね。あと76とかね。26ですよ。とりあえず、拳銃に出せる魚が手に入りました。重さ測ろうか。重さが 3.14 3.14 重さ 3.14 です。ブリかヒラスのいいサイズを売ったけど、今なんか笛っぽいのやったけど、なんだこれ、死ぬか。これはずっとの、うわっ。クロダイエット。おっしゃ、チムだ。ムーチーです。
風強くなってきた。バブルスはどこにあるかわからん。釣れたね、ここの場所は。なんでや。ああ、でかかったぞ、今の。ちょっと針が伸びたね。マジかよ。ああ、やられた。切れませんやったけど。マジかよ、あれ、フックアウトすっかよ。いい魚やったけどなぁ。アーゲン引いたか。はい、お疲れ様でした。今時間が12時半なんで、もうやめます。1時に迎えに来ると思うんで。はい、で結果がね、丸鈴木の76やったかな、3キロぐらいのやつとチヌ。青もんはね、朝一バラして、昼前ぐらいにいいのかけて、惜しくもフックアウトですね。今日ルアーマンは5、6人持っていたかな。これぐらいで多分青物の大きいのを上げてそうな感じがします。こんだけ活性が良かったら、まあ、出ると思います。手代わりして良かったです。とりあえず最初の場所は多分朝だけ孤立したところに上げてもらって、その裏側の探し、そこでなんとか魚出せました。あとは76の鈴木がね、何位に食い込むかっていう感じですね。あとは無事にね、船で帰って結果発表を警戒しって、そんな感じになると思います。それではお疲れ様でした。はい、クーラーを開けます。じゃん。チヌとスズキという河川で釣れるクーラーみたいになってしまいました。とても大きい、そうとは思えない。お疲れ様でした。さあ、マリンエンジェルが、マリンエンジェルが私を迎えに来ました。多分、ああそうだ、来た来た。取られているとも知らずにマリンエンジェルが近づいてきました。おー、マリンエンジェルです。ありがとうございました。どうした、あ、なんかシーバスが、あ、シーバスっすか。オッケーです。いや、これでお疲れ様でした。もう一輪が帰ってきてから検量をしますので、片付けしておいてもらって、ちょっとお魚持ってきてください。はい。ヤスさんのクーラーを拝見させてもらいます。いいですか、開けてもらって。はい。おお、いいタイ。ヒラゴ。ヒラゴだね。ヒラゴですね。この口が丸いんで。おお、タイ。タイは、なんか、珍魚礁で行きそうですけどね、ルアーの。タイは釣れてないでしょうね、おそらく。このヒラゴを釣るのがマジで難しいんですよ。ちょっと、タチミを慰めてやってくれた。ダメ、ダメでした。タチミの紹介を。タチミの紹介を。ミニマム賞。
あ、これか。この、潰されとる。潰されてる。踏んづけられとる。これを出すということですね。わかりました。ありがとうございます。お帰りになりました。お疲れ様でーす。なんか赤色の人が多い。赤いの。カズレーザー。一番赤いっすね。皆さん到着しました。マリンペガサス。お願いします。マルちゃんが。起爆。よかった、長くて。76.2。重量ですね。3160。お返しします。ありがとうございました。はい、その体は絶対そうや。絶対盗んで。針がついてると取ったらダメばい。痛いよ。半ぶりぐらい。脂が乗っとる。なんかくれるかも。もう一匹参加してる。ね、好きね。ね、好きね。カメラよ、カメラよ。いい映画撮れた。どうも皆様お疲れ様でした。風の中、ちょっとうねりがある中、釣りづらいかったかと思いますけども、皆様の要望を聞かさせてもらったら、バラしたりとか、杭が浅かったとか、これからのちょっとステップアップにつながるようなことにもなったのではないかとは思っております。何はともあれ、天気は良く、皆様が一日楽しい釣りができたのではないかと思いますので、これからもこの大会もよろしくお願いします。それでは、共済メーカーの釣り神様を代表しまして、原田さんの方からご挨拶をよろしくお願いします。はい。今日一日お疲れ様でした。ありがとうございます。風が強かったりとか、しけててうねりがあったりしたんですけれども、怪我とかそういったこともなかったので本当に良かったと思ってます。釣果の方はですね、釣れてない方も少しいらっしゃったみたいですけれども、でも大半の方が何らかの形で釣果に恵まれてたみたいですし、良かったと思います。また次回もそれはよろしくお願いいたします。表彰式の方に入らせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではですね、深瀬の部の方から発表させてもらいます。今回エントリーが19名、ほぼ皆様全員釣果があったという形で順位をつけさせてもらいました。グレの3匹の重量、同重量の方に関しましては他魚で何を釣ったか、他魚がない場合にはじゃんけんで商品を取り当てもらえればなと思っております。ではまず優勝からですね。優勝が3匹で 2075g、 田口和子さん、おはようございます。本人は目録としまして、リガールのロンティ、好きなカラーとサイズをお聞かせいただきます。そしてマリンペガサス様の方の塗装券、あとリガールのライン4種セットで、アダプター、ガナドール、レンガ、リュウガになっております。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして準優勝ですね、岡田光雄さん、 1830g、 おはようございます。第3位ですね、 1750g でお二方いらっしゃいました。そのうちお一人の方はグレ3匹の重量と平松さんも釣られてましたので、この方を3位にさせていただくことにしました。第3位は渡辺勲様、 1750g、 おめでとうございます。大変お待たせいたしました。ソウルアーの部ですね、おかっぱりも含めてなります。皆様いろいろな魚を釣っていただきましてありがとうございます。で、本当に大きな魚にルアーごと飲み込まれてバラしたとかですね、なかなかフッキングしなかったとか。優勝はですね、長寸および重量でもトップになりました上田裕二さん、鈴木 76.2cm、 3160g です。おめでとうございます。商品は、リガールの、ロンティー、はい、マリンペガサス賞として当選券、でトリガーのリーダーを4種、はい、おめでとうございます。やる、そうですね。ありがとうございます。チャンネル登録、ユーフィッシュ、ユーフィッシュ、ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。みんな、勝ったよ。優勝ですね、平正の 65cm、 2190g を釣られました、横田翼さん、おめでとうございます。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 やりましたね。ありがとうございます。これトリガー3つですか。はい、そう、帽子と、帽子とタンブラーを釣りました。タンブラー、中宮です。おめでとうございます。ありがとうございます。第3位が本日参加の中での最重量者だと思うんですけども、平田さん、平田さん、 6.5cm、 1160g、 最重量、最重量、そっち、そっち。おめでとうございます。伊藤さん、お酒は大事です。第4位、伊藤さん、やりましたね。何ですかこれは。一番伸びたかった、お酒。うん、身柄は。あ、脱菜、あ、めちゃくちゃいい。第3位、脱菜。おめでとうございます。一気伸び。
ょう。こちらが宮本さん、アコ 37.5cm、805g になります。台湾の真っ赤な人がこれタックル、あ、なるほどタックルボックスですね。はい、おめでとうございます。タックルの帽子で、ね、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。第6位ムービーメーカーとなりました、江口健太さん、あれ24.6cm、 210g。 おめでとうございます。何ですかこれは。トリガーがやっぱりトリガー絶対ついてくるという、はい、これは24cm、 アラカブの 24cm、 すごい、ありがとうございました。今日話して反省会で反省会だ今日。おめでとう。これ一番惜しい。最高な。めちゃくちゃいいじゃん。反省会で。反省会で。おめでとうございます。ありがとうございます。これが一番いいよ。マジで。最初はグー。じゃあ一件。はい。はい。どうも。お疲れ様でした。これなんやろ。近い。一緒。これなんやろ。一緒一緒。メモ帳？なんかわからん。最初はグー。じゃあ一件。はい。はい、すごいね、今日いろいろ撮るね、ここのグループは本当にまた来てね。今回お世話になりました、マリンベガさんの中温泉場です。一言ご挨拶します。私はちょっと、私がスラー多かったもんで、プロの上下の方には少し厳しかったかなと思って、まあ、これからまた、いや、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。ティガーレ釣神様福岡で仕事をさせていただいております。九州を中心ですね、全国展開も図っていきますので、また皆様ぜひともお力添えをよろしくお願いします。ちょっと調子が悪いなというロットとかがあれば釣神様の方釣りたいラインを知ってなっちゃうから、ティガーレの方でもう磯釣り僕は関係なく皆さんが楽しい釣りをコロナ禍に負けないように頑張っていきたいと思いますので、お力添えよろしくお願いします。長い時間お世話になりました。ありがとうございます。帰りまでがやっぱり魚釣りだと思ってますので、もうくれぐれも事故がないようにお帰りください。お酒ももらわれた方は途中で飲まないようにお願いします。はい、で、今社長の方からあったように、こういらない竿はもう何でもいいんで、どんなものでも大丈夫です。持ってきていただければと思います。うち一つからでも買い取りしてますので、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。